ヤッポニーボリエシーです。アイミーです。カエル新海です。はい、というわけで今回もですね、新カードを紹介していこうというコーナーです。はい。というわけでですね、今回はなんと3枚紹介していこうと思います。今日のテーマはですね、日進化ポケモンを結構紹介していこうと思ってまして、アンコモンとレアをそれぞれ1枚ずつと、最後に、タッグチームサポートを。待ってた。はい、紹介しましょう。なるほど。ではまず1枚目いきましょう。こちらです。トドゼルガ。トドゼルガ、はい、いいですね。これかっこいいですね。160の HP の二進化ですけれども、はい、わさび高レベル60ダメージ与えて、うん、次の番相手はトレーナーズが使えない、うん、おーこれ結構強い。これもこれは高レベルだ。はい、そうです。間違いない。60ダメージだからね、結構妨害できるんで、時間も稼げる。しかもエネルギー1個ってやばいですね。はい。その代わりデメリットとしてはですね、はい、次の番コールドウェーブがね使われた場合、はい、このコールドウェーブはねもう一回使えないと。なるほど、はい、なのでトドゼルガが2匹でいて入れ替えて打っていくっていうこともできません。はい、そうなんですね。そこは気をつけてください。使い時が大事ですね。そうですね。もう一個フルキ水プラスムームムーで120出ます。はい、はい、かつ相手のベンチポケモン全員10ダメージ。おー、あーいいですね。追加効果が非常に強力だと思いますね。5匹いればプラス合計50なので、はい、テンションが高いわけかなと思います。はい、はい、イメージ的にはですね、こちらが、水プラストリプル加速で打てますので、そうですね、一旦ウェーブを打って60与えて、相手が動けない感じにしておいて、次の場にトリプル加速を張って120出して60プラス120で180ます。なるほど、はい、すごい。ハチマキがついていれば90プラス150で240までいけますね。じゃあピカジク倒せちゃう。そうですね、結構いい、ちょうどいい打点かなと思います。水タイプなのでね、レスラーのリザードの弱点もつけやすいというところで、そうですね、ハチマキ吹雪で一撃ですと。なるほど。これ逃げるエネルギーも4つなんで、はい、あのいわゆる逃げ4がいろいろ入っているデッキにも、うん、もしかしたら組み込んでいったりとか、そういうこともできるかもしれないですね。HP が50上がるという、ね、はい、ポケモン道具もありますし、怪獣マニアとかね、あマニアとか、そういうカードとも相性がいいですね。続きましてこちら、ジャロロングです。おはい、2進化のドラゴンタイプになりまして、はい、どちらもね、少ないエネルギーで技が打てることが特徴のポケモンかなと思います。なるほど。はい、まず力の先にね、60ダメージ与えて、かつ自分のトラッシュなる基本エネルギー1枚をベンチポケモンにつけます。おおお、え、めっちゃいいじゃないですか。ピールアッパーがね、塔を雷で使いまして、効果はですね、90プラス、このポケモンについているポケモン道具をトラッシュした場合、90を追加して180が出ますと。なるほど。まあ、2エネルギー180なんで結構高いかなと。そうですね、思いますね。はい、2個で動くので、学習装置を事前につけておいて、うん、前のジャラインが倒されたらエネルギー1個ついて、うん、次の順番にエネルギーつけて攻撃をしていくっていうこともありかなと思います。なるほど。はい、あのユーターンボードなんかも相性がいいのかな。そうですね、はい、あ、トラッシュしたら戻ってくるのか。そうですね、90ダメージ追加っていうのを、はい、毎晩毎晩狙っていくことができるかなっていう。そうですね、めっちゃそれいい。あとジャラランが、ね、ドラゴンタイプなのでね、一応エネルギーの覚悟も対応しますというところもありますので、まあ結構エネルギーつける人もね、そうですね、増えたかなと。そうですね、ジャラランガがあるとね、カップゴットプリズムスカーとかも、ね、入れやすいかなと思いますね。あ、そうですね、雷つけて、あ、なるほどね。塔はまあね、マーシャド&怪力 GX とかも、はい、塔無色で重ねてるんで、うん、相性いいかもしれない。確かに。あとはマテルプリズムスターに対応してるので、はい、シンポリスを、ね、出せばね、打点も上げられますので、うん、その辺にね、いろいろ応用が効くかどうかなと思います。最後、クズマ&ハラ。お、出た。これが新しいタッグチームサポートですね。はい、このクズマとハラというね、ワイルドな2人が組んじゃいました。まさかこの2人が同じカードになるとは思ってなかったですね。そうですね。で、効果がですね、かなり強くて、うん、スタジアムを1枚加えてくる。なるほど。で、加えて、そこからさらに手札を2枚取らせすれば、なんと特殊エネルギーとポケモンの道具を1枚ずつ追加で加えられます。おお、強い。つまり合計すると2枚トラッシュして、うん、スタジアム、ポケモンの道具、うん、特殊エネルギーを持ってこれますよっていうカードになり得る、うん、なるほど。ここぞというところでトリプル加速エネルギーを持ってきたい。そうですね、ダンプル無色を持ってきたい。 よくある、よくある。超ブーストエネルギーを持ってきたいっていうところもね、はいはいはい、持ってこえるんで。なるほど。強い。スタジアムも特殊エネルギーもプリズムスター系のカードも直接手札に持ってこれるんで、
あのワンダーラビリンスプリズムスターとか、はい、ヒートファクトリープリズムスターみたいな強力なスタジアムを持ってきたりとか、ミストエネルギープリズムスターとかも直接手札に持ってくることができるって言ってもすごいですよね、これは、はい、そういう風にね、結構いろんな応用が効くという感じ、うん、そうですね、確かに。というわけでね、かなり面白いカード3枚今回紹介してきましたけどもね、明日も紹介していくんでまたよろしくお願いします、はい。オルタージェネシスはですね、9月6日発売です。ぜひ買ってください。ではまた次回。